フランネルでできたシャツ。通称、ネルシャツ。フランネルは、柔らかく軽い毛織物のこと。略して、ネルとも言う。衣類、シーツと寝巻きに、一般的に用いられる。縦糸と横糸を交互に折る平織りや2から3本置きに、交互に折られるあや織りがある。無地だけでなく、様々な模様が施される。フランネルは当初、カーディングが施された、ウール、または、 ウーステッド糸から作られたが、現在では、ウールとまた、ウールと合成繊維から作られることもある。イギリスのフランネルは、平織りで、毛羽が軽く、一方ドイツのそれは、綾織りで、毛羽が多い。柔軟で弾力性、保温性に優れ、スーツ、シャツなどに用いられる。フラノは、フランネルの一種で厚手でしっかりとした生地である。フラノは、毛羽が施されており、 スーツ、スカート、ズボンなどのアウター用素材として用いられる。一見すると、フェルトのような風合いがあり、軽くかつ保温性に優れるので冬に多用される。フラノブーツとして、ブーツの素材に使われることもある。柄は下振り、縞模様の折り柄が主に使われるが、無地や折り柄のような模様を後染めすることもある。無地のフラノを指して、色フラノと呼んだりする。 またフランネルの略称として用いられることもある。フランネレットは、毛羽立った綿が、フランネルの風合いに似た、薄くて、軽量な平折り物である。一般に横糸は、縦糸より粗い。フランネルのような風合いは、横糸を毛羽立たせることで作られる。フランネレットは毛羽が長いもの、短いものの両方あり片側。 両側どちらも毛羽立たされる。色は無地、または模様が付けられる。フランネレットという用語は1880年代前半に使われ始めたようである。1900年代には、それが、下着、ナイトウェア、ドレス、ガウンとシャツのようなものの非常に広範囲に使われ、そして現在も使われ続けている。極めて廉価で、何度洗濯しても縮まらず、 その経済性ゆえに、イギリスでは、フランネレットは20世紀前半、主に下級階層に用いられた。しかし、その薄っぺらな生地は、非常に火が燃え移りやすく、そのためフランネレットの流行に伴い多数の消死者を、出した。その後フランネレットは1912年、ウィリアム・ヘンリー・パーキンによって、酸化鈴を用いた製法で大変性を持つよう、改良され、 ノンフラムという名称で特許を取得した。現在、フランネレットはヨーロッパとアメリカ合衆国で生産される。北、アメリカではフランネレットのことをフランネルと呼んでいて、そこではフランネレットという用語は使われない。しかし、イギリス国内ではフランネルの名でフランネレットを売ることは違法である。ウィンシエットは両面が毛羽だった軽量のメゴリのである。 名前は、一般的な英単語で、両面に、毛羽のある織物を意味する、ウィンシーからである。スコットランドの用語では、リンジー・ウールジーがそれにあたる。コットン・フランネルは、メンネルとも呼ばれ、片面だけ毛羽立ちされた丈夫な綿の織物である。日本には、キシューネルと、通称されたメンネルがあった。明治初期に、様式群生を取り入れたキシュは、軍装品の必要から、 軍服の課着用として、フランネルを真似たメイネルの製造を始めた。同伴では、以前から、弱く酔った太い面種である、モンパイトで防食して、肝を加工して道中木、桃引き、道着、頭巾、襟,襟巻き、足袋、帯芯などに用いる、モンパと呼ばれる、木綿織物が、奇襲特産として、当時の防寒用繊維素材として生産されており、 この在来技術を改良して、毛出し木綿と呼ばれるメンネルを考案、和歌山県の食産工業品として生産された。丈夫で軽く保温性があることから、奇襲ネルと呼ばれ、全国に知られたが、その後衰退し、現在ではほとんど作られていない。明治19年には、イオモメンで知られた、愛媛の主力企業、工業者の矢野七三郎が、 和歌山で、奇襲ネルの技術を学び、今治市で、イオネルの製造を始めた。フランネル、フランネレット、コットンフランネルはいずれもあや織り、平織りの両方で折ることができる。折り目は片面あるいは両面が毛羽立っていることから、毛羽によって、しばしば覆い隠される。折りの後、フランネルは一度毛羽立たされる。その後漂白されて染められるか。 適切な処置が施されて、そして二度目の毛羽立ち作業が行われる。フランネルという語の起源は、はっきりしない。しかし、フランネルに類似した織物が、中世のウェールズまで遡ることができるために、ウェールズ起源説が提唱された。それは16世紀という早い時期にすでに広く、知られていた。フランネルという言葉が17世紀後半に、フランスで用いられた。 そして、ドイツでは、フラナルが18世紀前半に使われた。フランネルそのものは17世紀から作り始められた。そして、徐々に、ウェールズの古い平織物から取って変わっていった。そしてその一部は、綿織物、または、フリースとなった。それらは、ウェールズ地方特有の織物製品となった。19世紀には、フランネルは、モンゴメリーシアカウンティ 原ポイスの、ニュータウン、ヘイオンワイ、スラニドロース、特にこういった街で作られることが多かった。その生産の拡大は、カーディング工場の広がりと密接に関係している。これらのウェールズの毛織の布地のマーケティングは、主にシュローズベリーの副次商人によって支配された。当初フランネルは純粋な単繊維のウールでできていたが、20世紀に、 入り木のメンとの混合素材が普通に見られるようになった。北、アメリカでは、フランネレットは、森の住人、木こり、屈強な男性、そして、農民の織物であると一般に考えられた。今日、それは大人たちの衣類としてだけでなく、一般的に子供たちの冬のパジャマにも用いられる。 保温性にだけ、しばしば冷量な環境で、ブルーカラーの労働者たちの間で愛用されている。アメリカ合衆国の太平洋岸北西部及び、カナダブリティッシュコロンビア州バンクーバーでは、その人気ゆえにグランジ、ミュージックと関係するようになった。このことは、多くのメタル、ロックと1990年代初期から、中期のグランジミュージシャンがしばしばフランネルから作られる。 衣類を着用したという事実によってさらに普及が促進した。それに加えて西海岸のギャングスタラップが1990年代の多くの間スタイルをオルタナティブミュージックと共有した。フランネルはこのようにいくつかの理由によってファッションの表現手段であると考えられた。あるクラブがフィラデルフィアにある。そこのメンバーシップの唯一の条件は 金曜日のフランネルと呼ばれる、格子柄フランネルの服を着用することである。スケートボーダーがフランネルを着用することも知られている。オーストラリアのメルボルン及び、シドニーの西部居住者、ニュージーランドの西オークランド居住者は、フランネルは、下級階層と関連していると、ステロタイプ化されており、軽蔑的な意味合いに結びつけられている。大月文彦、フランネル、限界。 日本辞書第4巻、大月文彦、1891年、906ページ。落合直文、フランネル、ことせん、日本大辞典第5巻、輝市改修大倉書店、1928年、4138ページ。フランネル、all about、2009年7月10日閲覧。AB、フランネル、マイペディア。 日立システムサービス。2004。フラノ。All About。2009年7月10日閲覧。フラノレッドエンサイクロペディアブリタニカ11スエディション。1911。不燃性面部発明。時事新報。2009年7月10日閲覧。テキスタイル。ティクショナリータームスリレーティングトゥ n g to t e N.O. 英的スタイルラバーズダイアリー2009年7月10日閲覧ザエボリューションオブデュラブルプレスフレームリターデントコットンアメリカンケミカルソサエティー2009年7月14日閲覧 ABCD リーダーズ英和辞典研究者紀州ネルコトバンク ABC150 年前のコア技術和歌山健康業技術センター 2018年12月20日、矢野七三郎ことバンクくえび、フランネル。エンサイクロペディアブリタニカイレブンスエディション、1911、http:/www.newtown.org.uk/.history.htm。ニュータウンヒストリーハットクルード、パウゼアルケオロジカルトラストプロジェクツ、ヒストリックランドスケープス、ミドルワイ、 アドミニストレーティブランドスケープスハット、ラニッドロイスヒストリーハット AH ドット。インダストリアルレボリューションインノースウェールズ、229-81、J ゲラインとジェンキンス、ザウェルシュールニンダストリー、J ゲラインとジェンキンス、ザウールニンダストリー・イン・マントガムリーシーア、マントガムリーシーア・コレクションズ58、50から69。ありがとうございます。